ホルモン TV。 はい、どうもホルモンです。今回は、多分前回の動画を見てくれた方やったら分かると思うんですけど、後編です。で、前回は飛行機の損してる乗り方を聞いていたんですけど、今回はお得に乗る方法、前編でうわ俺損してるわ、私損してるわっていう人がこの動画見ればお得に乗れます。なので最後までご視聴お願いしますってことなんですよ。はい、なのでお得な乗り方を教えていただけますか。はい、わかりました。お願いします。じゃあせっかくなんで、さっきやった伊丹と福岡の話でしましょう。はい、伊丹と福岡で、さっきその冒頭で安い航空券やったら予約変更できませんと、はいはいはい、とか関空の話、ちょっとだけそれちゃうんですけど、荷物預けるの有料ですとかっていう話もあって、ちょっと結構なんか嫌な話ばっかりあったんですけど、実は得する方法で、しかも安くて乗れる方法っていうのが存在します。おー、それが聞きたい。飛行機っていうのは旅行とか普段されてる方想像つくかと思うんですけど、やっぱり早取った方が安い。じゃあ明日福岡行ってくるわの方が絶対高いんですよ。でもそれの両方でも安いっていうものが一つだけ、これルート存在します。一つだけですか。一つだけです。これ、それ以外何もない。それ以外はないです。じゃあせっかくなんで、僕あの一緒に行きたいって言って、じゃあ福岡行ったりして、前日でも連絡したって感じなんですけど、じゃあもし前日に取っちゃいますと、飛行機取る場合やったら、前日、今の福岡の場合、これ今見てるんですけど、2万5000円かかります。おー、前日に取ると。そうです。で、もし当日、一緒に連れてくると、4やったら2万8000円です、福岡。片道です。当日買うならね。そうです。はい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 。1日で3000円もかかるんですね。はい。でも、ある裏技使えば、これが1万4000円です。え、1万4000円半額？半額です。半額です。半額なんですよ。いや、まあまあまあ、半額はすごいってところまで分かりましたよ。チャリで行けますね。行けるけど、でも半額になるってことは絶対そんなスムーズにはならないでしょ、絶対、うん、何かが理由があって安くなるじゃないですか、はい、それが聞きたいです。しかもその安くなるのってみんなできるんですか。できます、全員できます。僕ももちろんです。で、そこもう一個お得なのが、安く行けるだけじゃないですよ。さっき損するときに便変更できないってあったじゃないですか、はい、これ実は買うの当日でもいけます。当日でも便変更できます。これ、え、どういうことですか。さっきだから滋賀から来て、やっぱ渋滞はまっちゃった、7時の便乗れませんでした、でもどうしても福岡行きたいですってなった時に、福岡の次の便、まあ10時とか11時あるんですけど、その便変更もこの買い方でしたらできちゃいます。マジですか。いや、その方法ってみんな知ってます。この方法は文字を見たら8割9割方の人は あ無理やって思います。でも全員できます。これ悪いことじゃないですよ。もちろんです。これはちゃんとしたものです。怖いですか。怖いです。あ、よかった。よかったよかった。はい、教えてください。はい、もう一つなんですけど、僕もこれ結構持ち合えてるものにはなるんですけれども、これです。なんすかそれ。カドネシュー体験。あ、聞いたことある。え、ってか株主優待券って、まあ、詳しくないですけど、はい、なんか株を買ったりとか、はい、会社側から優待しても券をもらえるみたいな、はい、なんか株を買ってるのかな。まあ僕で言うと買ってます。やっぱ買ってるんで、もちろんこれはもらってるんですけれども、これ株主じゃなくても実は入手する方もあります。マジっすか。金券ショップに実はこれ売ってます。え、売ってるんすか。売ってます。市販ってことか。そうです。え、知ってたのか。短すぎて気づかなかったか。金券ショップだって俺も身近にあるよ。あるけど、妹暮らしというのか。いや、そうなんすね。はい、知らんかったな。これを金券ショップで、今の土地柄とか、まあ、枚数とかによってどうしても変動するんで、一概にこの金額とは言わないんですけど、だいたい3000円から4000円ぐらいまでですを買って、これは1フライトです。だからもし往復で買う場合2枚いるんですけれども、これをじゃあ2枚じゃ7000円で買いましたとなった場合、これを持ってさえすれば株主優待割引を使えます。ずっと、はい、使えます。で、株主優待割引で予約の便変更できるだけじゃなくて、もしじゃあ福岡もう1泊したいです、もう1泊するのも変更によって数量無料です。無料です。株主優待券さえ持ってれば、持ってて、その優待割引で予約さえしとけば無料です。すごっ。それで半額でしょ。 50% オフでしょ。これで福岡弁で言うと1万4000円です。昔で言うとチートみたいな。チートやな。すげえ。
絶対知らない人多いと思うけどね。めっちゃびっくりしてるわ。金券ショップにあったんやほんま。金券ショップにあります、これ。この株主優待っていうそのワードだけ聞くと、すごいなんか資金を高そうなのに思っちゃうんですけど、はいはい、まさかの金券ショップ。金券ショップなんですしかも 3,4 千円っていう価格帯で。そうです。意味わからんわ。そんな裏だったんや。知ってました皆さん。買いに行きましょう。いや、ほんまに買いに行った方がいいと思う。え、どこの金券ショップも大体あります？大体は売ってると思います。結構その株主の方が使わないから売るとかいうケースが多くて、やっぱりなるほどね。でやっぱ ANA のその株持ってても実際乗らないから売っちゃってその換金しちゃうって方もやっぱ一定出すいらっしゃるわけなんで、そこはどこの金券ショップでも基本的には売ってると思います。だってそれを持ってたら持ってるだけでずっと使えるってことは、回数旅行行く人としてはもう朗報でしかないもんね。期限は決まってる。あ、そう、期限は実際今回のその今の株主体系で11月の末っていうのが決まってるので、その有効期限はちょっと気をつけないといけないところになるんですけど、じゃあもう一個せっかくなんでお得な方法を知ると、さっきで僕の言った直近で明日行きたいですって言った場合、じゃあ1週間先に行きたいって言ったら、で先の11月30日で言ったら11月の15日とかに行ったら買う人もいなくなるんですよ。その時って価格めちゃくちゃ安くなります。1500円とか、僕見た時は1000円とかあります。1回乗るって考えただけだったらでもだいぶ得っすよね。そうその11月末に1回乗るにしても。そうなんですよ。え、11月末にじゃあ期限終わりました、はい、12月1日からはまた買えないんですか？ま、あの11月1日からはまたその新しい株主優待券っていうのがあの株主の元に発行されてるわけなんで、12月からの株主優待券は多分売ってます。その時にその時の価格は当然やっぱり3500円とか4000円とか通常価格になるんですけど、さっきの11月末で言ったら11月の15日とかに金券ショップ行って、もしそのさっき僕が提示した株主優待券売ってれば多分めちゃくちゃ安いです。すげえ。知ってる人じゃないと絶対わからないですね。いやでも飛行機乗る人いっぱいいるから絶対。もしも仕事でもプライベートでも遠距離恋愛の人とかでも、うんうん、ね、いますね。いるよね。株主優待券の人の存在を知っててもギリギリに行って安く買えるっていうこと自体は知らん人絶対います。そうやな、魔法のカード、魔法のカードやな。これすごい情報じゃない、まあ、俺らのチャンネルではなかなか得る情報やな。よそではほらあるかもしれんけど、ここのチャンネルでは超貴重。いやでもすごいこと聞けた、よかった、嬉しい。とにかくお得に乗れない人は株主優待券、はい、もうこれですね、はい。で株主優待券以外にもさっき言ったらほんまに安く乗りたい。で僕今実は25歳で、まあ、あと2週間ぐらいでもう26になっちゃうんで、これ使えないことがあるんですけど、これは空きあればです。当日で25歳以下、今これ多分学生さんとかその向けの話になっちゃうんですけど、当日で買ってめちゃくちゃ安く乗る方法はあります。教えてください。多分お母さん世代とか見てても息子さんとかお子さんに伝えることもできると思うので、はい、これから大学生夏休みシーズン入り、確かに、確かにみんな旅行行くもんな、はい、絶対行きたい。俺も4月行くからな、一緒やんな、はい、大学生の気分で行くわ教えてください、はい、これは買うのやったら当日なんで、極端な話満席やったらこれ使えないです、はい、空席あるっていうの話で話するとこれスマート U25、 要は25歳以下って話なんですけど、携帯のパックみたいな名前そうなんですよ。これやったら福岡さっき当日ちょっと2万6000円で、でまあ株主優待でもまあ1万3000円で、どうしても株主優待券の分かかっちゃうっていう話もあるんですけど、ここに関しては予約変更不可です。なのでこの便は絶対行ってくださいってこと大前提です。でも当日で取っちゃったら福岡伊丹今の価格でなんぼできるか1万2000円です。あっす、福岡まで、はい、まあ、25歳以下やもんね。以下です。1万1000円やで福岡まで。だってさ最高値から考えたらさ1万5000円引きやんね。もうほとんど倍以上ですね。半額以下はやばいよほんまに。まあ、俺も年齢的にきついけど、これは25歳以下で見てる人がいたら絶対チャンスです。飛行機乗るんやったらこれ使ってください。実は僕これ使っていきなり急遽出張決まりました。東京行かないといけないです。飛行機航空券取ってません。で株主優待券も券もこれ実は財布の中にワークを入れてますけどないですって時もあったんですよ。ピンチ、ピンチです。どうしたらいい、この2万6000円の人なんかってなった時にこれ使ったことあります。おお、それで1万何本、1万2000円です。その知識を知ってることがおかげで助かったの。もちろんです。これはすごいよほんまに。
だってその浮いた1万5000円でどんだけ現地で遊べるか。もちろんですね。行けます行けます。どういうお店も行きますし1万5000円でちょうど60分ぐらいの料金やなちょうど大人の話大人の話やな。いやというわけで最初は株集体一つだけ言ってたけども、さらに安いところまで教えてくれて、多分見てく人はかなりあのラッキーだと思います。驚愕してると思う、ね、周りの人たちにも言ってあげたら絶対嬉しい情報なんで、よかったら言ってみてください。で前編でも言ったんですけど、概要欄に載っけておくんで、あのシンゴチャンネルぜひ見てください。まだまだ情報あるんで、飛行機に興味した人はシンゴチャンネルだけ見といて、トレンなんかね。いやほんまにほんまにそう。であとあのビールの飲みっぷりが気持ちいいんで、ちょっとね箸休め程度に見てもらうのもありがたい。夜の時間にちょうどお酒飲みたくなったタイミングで一緒に飲む感覚。確かに確かに。なくなったらどんどん追加するんでね、多分気持ちいいと思うんで、よかったら見てください。飲んでるけど、ありがとうございます。はい、というわけで、今回はじゃあこれで終わっていこうと思います。はい、またじゃあ次回の動画も楽しみにしておいてください。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。またよろしくお願いします。こちらこそです。あらしゃら。